世話になってます。すごい楽しかった、ありがとうございます。ゆる声も頑張ろうね、うん、あ、明日グッドスプーン最後か、うわ早いな。うん、前髪のコメント見逃した。グッドスプーン制覇できてないんです。私のドリンクは飲んで3口くらい飲んでからブルーベリー食べるとめっちゃ美味しい。私ブルーベリー大好きなんですよ、個人的に。なんか目がいいって聞いて、目が良くなるって聞いて、ん？目にいいって聞いて、なんか遠征の時とか一人食べてた、スーパーで買って食べてたりしたら、あのめっちゃハマっちゃって、そっから好きなんですよね。あ、ジーさん、メイクいつでも行けます。無理です。いつでも。わかりました。はい、はい、うん、うん、グッドスプーン行ってんの？10杯ぐらい飲んだ？嬉しい。うーん、俺もさ、ホームラン出るかな。近重さん、私にも飲み物をください。あ、ちょっと今みんなにね、ちかしげさんっていうマネージャーさんがいるんですけど、おごってくれてるみたいです。私もあや、それの波に乗って、ビッグウェーブに乗って乗ってしまおうと思って。日ハム好調ですね。今日買ってましたよね。でもロッテと、私は今日ロッテと DeNA の試合に注目してて、さっき見た時にちょっと追いつきそうだったんですよね。どれが、あれがいいです。真ん中のカフェラテみたいなやつ。はい、すいません。やったありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。すいません。いただきました。ワンデイ日ハム、すごThank you.
でか、確かにでかい。おごってくださいました。おごってくれたから耳かまたお返ししないとですね。うん、ね、今日投手戦になりそう、阪神対オリックスは。どうなるの。最近斉藤由貴投手、元投手がレポートしてるエスコンフィールドの、エスコンフィールドっていう北海道の北広島にできる新球場のレポート動画が日ハムの YouTube で上がってるんですけど、それを見るのがすごい好きで、なんかその臨場感とか、なんかこのドキドキワクワク感がすごく伝わってきて、すごい楽しいです見てて。ネクス山本投手ですね今日。すごい。うん、昨日見てみてください。でそれに加えてもう一つ最近見てるのがあって、楽天の去年の2021年のルーキー選手がファンカンで踊ってた馬ぴょい伝説みたいな、君の愛馬がズキュンドキュン走り出しみたいな曲があるんですけど、その練習風景と本番の風景をね、その見せてくれる YouTube があって、めちゃめちゃ、あ、こんなファンカンのためにこんな練習してくれるんやっていう、その嬉しさと、あとちょっとその男性が女装するっていうコスプレでね、なんかおもろさがすごいツボにはまりました。見てください皆さんもぜひ。うん、キツネダンスね。What the fuck say? ハヒハヒハヒ。昨日かな、杉谷選手が踊りすぎやみたいな、なんかダジャレ交えた YouTube 動画がアップされてましたね。 What the fuck? でもちょっとダンスの種類が違くておもろかった。うん、間違えた NN クロス、そのまま読んじゃった。 NN クロスめっちゃ緊張してました。久しぶりにずっとあのなんていうの、ずっと汗かいてた。待ってた横浜戦結果伝えても大丈夫ですよ。私もさっき途中まで見てたんで、殺色川上インスタライブすごい、ビッグボス見てるんですけど、でもまあこんだけ伝えてくれたら、なんか野球好きじゃない人でも見ようって思うし、なんか楽しいなって思いました見てて。そう、よくない汗
もう焦りすぎて何喋ろう何聞こうこんなんで大丈夫かなみたいな汗がずっとダラダラ垂れてましたね。これ楽しかった、ありがとう。そう、アフタートークが6月16日に NMB48 の ANN クロスのアフタートークが6月16日からスマッシュの方で有料会員の方限定で見れるようになるんですけど、そこでめちゃっていいかな、なんか物ボケをまたしたりとか、まああのまこちのあれが見れたりとか、あれがねいろいろ見れるので、皆さんぜひ楽しみにしてくださってたら嬉しいなと思います。あれが見れます。ハトこれはね、やりやすいですね、すごく。なんか周りの方も知ってる方が多くて、スタッフさんとかなんで、その初めて行くスタジオじゃないからやりやすいっていうのもあるんですけど、日本放送は初めて行ったので初めて行く場所って緊張するじゃないですか。それがもうもろに出てました。人見知りなんですよ私、こう見えて。それがもろに出てましたね。久しぶりに、あ、自分ってこんな人見知りなんやって思ったし、こうやっぱなんていうの、不器用だなって思いましたね。めっちゃ人見知りなんですよ。どうですか、顔痩せた？ちょっとね、こうしたら虹は乗るけど、顔痩せましたかね。今ねダイエットしてるんですよダイエットしてるんですけど、カフェラテ飲んじゃいました。まあいいでしょう、2回公演やしいいでしょう。上半身勝てば4位になるかもしれないよ。マジ？あ、そっか、なってほしい。ダイエットしてるの。甲子園大好き、ごちそうしてごめんなさい。いえいえ、甲子園で食べる食べ物はカロリーゼロです、正直夏とか特にカロリーゼロやと思う。あっとすぎて汗が止まらないんですよ。だからカロリーゼロです。うわ自慢しに来たんですか
やばい、スタッフさんがメロンのスタバ持って自慢しに来ました。すごい足音聞こえるなと思ったらめっちゃ自慢これで私は我慢してます。あったんですね、メロン。へえ、メロンのスタバ飲みました皆さん。でメロンってかスタバの新作もカロリーゼロなんですそう、なんか特別な場所とかものはカロリーゼロです、覚えといてください皆さん。スタバのメロン、日本語おかしかったな。メロンのスタバじゃなくてスタバのメロンですね。メロンクリーム売り切れ？あ、そうなん？え、そう、昨日メロンの新作見に行ったらなくてチョコになってたんですよ。ダブルチョコフラペチーノみたいな、どっちも一緒やったけど。それメロンクリームですか？あるみたいですよ。土曜に合わせたんかな。え、子さん、子さん、子さんですか？子さん、子さん、子さん。そう、私ラジオで子さん、子さん、わからんくなってきた。なんかその子さん、なんか古いファンの方のことを、古くから応援してくださってる方のことを子さんって言うんですけど、その発音がちゃうって言われました。子さん、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 子なん、子さん、むずいわ。ちょっとまた皆さん教えてください。スタッフさんが合ってるってまた教えてもらおうじゃん。ありがとうございました急に終わり終わり方わからへんかった。ありがとうございました皆さん。ちょっとメイクしてきますねまた子さんって分かったら配信します。配信せへんかったら分かれへんかったやなって思ってくださいありがとうございましたバイバイ。